よくぞ無事に戻りました。仮面の修復のみならず剣を授かったこと、この母はとても嬉しく思いますよ。はい、母上、その剣ならば魔王を倒すこともできるというのです。おそらく覇者の剣には秘められた技があるはず。バウドさんは何か心当たりはないのですか？残念だが、覇者の剣を目にしたのは俺も初めてだからな。剣のことならば、ナッチ老師に聞けば何かわかるのではないでしょうか。ナッチ老師って、戦いの間にいるおじいちゃんのことよね。そんなにすごい人なの？俺の剣の師匠だ。あまり気が進まないが、確かにあのじいさんなら俺の知らぬ剣の技を知っているかもしれんな。よし、覇者の剣を持ってナッジ老師のところへ行ってこい。僕たちは町の様子を見てきましょう。魔王の手下の魔物たちが町を狙いに来るかもしれません。そうね、私も行くわ。エッジ、技のことちゃんと教わってくるのよ。装備を忘れずにね。すでに話は聞いておるぞ。覇者の剣、まさかその剣を手にする者が現れるとはの。覇者の剣にはごっつい伝説があるんじゃ。その伝説によれば、覇者の剣を持つ者は大地を割り、海を割り、魔を砕く必殺の技を使いこなしたという。その技名は確か牧破山というんじゃったかな。よし、修行じゃ。今すぐここで修行じゃ。そして牧破山を使いこなせるようになるんじゃ。なんという素晴らしい技じゃ。確かにこれならば魔王すらも。行くがよい。牧破山の力あらば魔王の城を囲む溶岩をも切り開けるじゃろう。まずはこのことをバウドに報告しに行った方がよいな。
物。Thank you.
きをよく見て。見ると何とも恐ろしいですね。暑くてとろけそう。この溶岩の海を越えなければ魔王の城へはたどり着けない。頼むぞ我が息子よ。ナッチ老師のところでアジャの剣に秘められた技を使えるようになったんですよね。見せてもらうよ、エッジの力を。すごい、これがハジャの剣に秘められた力なんですね。これなら魔王にも勝てそう。ああ、まさかここまでの力があるとは俺も思っていなかった。行きましょう、魔王の城へ。今ならこの溶岩の海を越えられます。よし、先へ進むとしよう。準備はいいか。ここから先は見たこともない魔物が現れるかもしれんな。油断せずに行くぞ。
動きをよく見て。
く。そこをどいてください。僕たちは魔王に会いに来たのです。魔王様に会うで。そんなことじゃ、この魔城の門番トロルキング様が許さねえ。私たちの邪魔をするそっちの方がもっと許せないよ。こんなところで時間を食うわけにはいかない。さっさと片付けるぞ。こいつら、どうやら俺様の怖さを分かっていないようだな。
追い知らせてくれろ。これで魔王の城へと入ることができそうですね。
この門開くかな。しっかりと開きましたね。魔王ジェイムめ、俺たちを招き入れようというのか。来られるものなら来てみろと魔王はそう言ってるように僕には思えますが。兄さんもこのお城の中にいるのかな。待ってて、今行くからね。行きましょう。いよいよ最後の決戦です。